まず今回ですね、いろんな皆さん各エリアに分かれて、お店の方にですね、ポスターを貼ってくださいということでお渡しいただくようなことを、クラブスタッフと一緒だったりとかですね、でお願いできればと思っております。皆さんこんにちは。本日は寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。あさっていよいよJ2 リーグ開幕します。このホームでの開幕戦というのが3月10日に、なるんですけれども、このホームスタジアムのある泉中央ベガルタゴールドで盛り上げていけるように、今日短い時間ですけれどもよろしくお願いします。皆さんこんにちは。寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。森山さんがちょっと言おうとしたことを森山さんが言っちゃったんでまあホーム開幕が、3月10日なんですけど、まあそれまでに本当に、街全体を盛り上げていけるように、今日はたくさんポスターを貼っていただいて3月10日に盛り上がれるように、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ポスター配布頑張りましょう。パッションパッション。はい、頑張りましょう。もっと頑張ります。もっと頑張ります。もしよければ、はい、ありがとうございます。見に来てください。ありがとうございます。私たちが貼っても大丈夫ですか？いいですよ。ありがとうございます。そうなんです。あ、本当ですか。24日のチケット。あ、そうなんですね。貼っておけばいいですか。私たち貼っても大丈夫ですか。できる。ありがとうございます。じゃあ、もこ、今日はどうでしたか。受け取ってもらえること嬉しかったり、お店にベガルタのベガルタゴールドが染まっていくのがすごく嬉しかったです。はい。リナはどうでしたか。たくさんのお店の方が受け入れてくれて、中にはベガルタサポーターの方もいたのですごく嬉しく思いました。はい、私たちもホーム開幕戦に向けて練習を今も頑張っています。ベガルタゴールドに染めて絶対にホーム開幕迎えられるように頑張りましょう。